マイルス・デューイ・デイビス3世は、アメリカのジャズトランペット奏者、作曲家、編曲家。アルバム、ウォーキン、カインド・オブ・ブルー、ビッチェズ・ブリューなど多くの作品で知られている。日本には彼を、モダン・ジャズの帝王と呼ぶジャズファンやジャズ評論家もいる。いわゆるジャズの巨人の一人。クール・ジャズ、ハード・バップ、モード・ジャズ、エレクトリック・ジャズ、クロス・オーバー。 ヒップホップジャズなど、時代に応じて様々な音楽性を見せ、ジャズ界を牽引した。1947年イリノイ州、オールトン生まれ。翌年にイーストセントルイスへ転居。祖父はアーカンソー州に広い土地を持ち、父は、司会、母は、音楽の教師という裕福な環境で育った。13歳の誕生日に、父親からトランペットをプレゼントされ、 演奏を始める。高校在学中の15歳の時にユニオンカードを手に入れ、セントルイスのクラブに出演するようになる。当時のセントルイスには、アフリカ系アメリカ人の労働者の居住区が多く、ジャズライブが定期的に行われていた。そのためマイルスは、多数のジャズプレイヤーを見て学んでいた。18歳の頃マイルスは、セントルイスに、 ビリー・エクスタイン楽団が来た時、病気で休んだ、第三トラッペッターの代役を務め、チャーリー・パーカー、ディジー・ガレスピーとの共演を果たした。この時のことを、マイルスは、バードとディズの演奏を聞いてても何が何だかさっぱり、わからなかったと語っている。彼はその後すぐに、ニューヨークに出て、ジュリアード音楽院に入学。間もなくパーカーを探し当て、1年間同じ部屋で、 暮らしながら演奏を共にする。1945年、ライオネル・ハンプトンの楽団に所属していた、ハービー・フィールズの録音に参加。公式の初レコーディングである。1947年には、パーカーやマックス・ローチのサポートを得て、初のリーダーセッションを行う。パーカーの下でのビバップからキャリアは始まったが、マイルスは新たな可能性を求め、 1948年に編曲家のギル・エバンスやジェリー・マリガンらと出会う。ギルの協力を得て、後のウェストコースとジャズの強さ感に多大な影響を与えたクールの誕生を制作。スイング時代に意欲的な活動を繰り広げたピアニスト兼バンドリーダーのクロード・ソーン・ヒルの音楽から受けた影響を発展させたものだった。その後も、 ギルトはたびたび共同制作を行う。1950年代に入ると、JJ ジョンソンソニーロリンズ、ホレス・シルバー、ジョン・ルイス、アート・ブレイキーなどと共演するが、麻薬の問題で一時演奏活動から遠ざかる。しかしマイルスは立ち直り、1954年、プレスティッジレコードから発表した、ウォーキンは高く評価され、 ハードバップのトップアーティストとしての地位を固める。1954年12月24日には、アルバム、マイルス・ディビスモダン・ジャズ・ジャイアンツで、セロニアス・モンクと共演する。両者は音楽に対する考え方が、相入れなかったとされ、この共演は俗に、喧嘩セッションと呼ばれていた。しかし実際のところ、このセッションは、 演出へマイルスが吹くときには文句に演奏しないよう、マイルスが指示したというだけである。1955年、ジョン・コルトレーン、レッド・ガーランド、ポール・チェンバース、フィリー・ジョー・ジョーンズのメンバーで、第一期クインテットを結成。同年、ニューポート・ジャズ・フェスティバルにおいて、チャーリー・パーカー追悼のために結成された、オールスター・バンドに参加。 この時の演奏がきっかけとなりコロンビアレコードと契約。1956年に遺跡第一作、ラウンド、アバウトミッドナイト発表。その一方で、プレスティッジとの間に残された契約を済ませるために、アルバム4枚分のレコーディングを経った2日間で行った。24曲、すべてワンテイクであったと言われる。俗に、マラソンセッションと呼ばれるが、 連続した2日間ではなく、2回のセッションの間には、約5ヶ月のブランクがある。これらの演奏は、ワーキン、スティーミン、リラクシン、クッキンの4枚のアルバムに収録され、プレスティッジチはこの4枚を、毎年1枚ずつ4年かけて発売した。また、1957年には、パリに招かれ、ルイマル監督の映画、死刑台のエレベーターの音楽を制作した。 映画のラッシュフィルムを見ながら即興演奏で録音したというのが伝説になっている。1958年にはキャノンボールアダレーを加えてバンドはセクステッドになる。同年にはキャノンボールのサムシンエルスに参加。また、レッドガーランドが対談したためピアノにビル・エバウンスを迎える。ビルはバンドにクラシック音楽の要素を持ち込み、 マイルスに影響を与えたが、7ヶ月余りで脱退。ウィントン・ケリーが代わって参加した。1959年代表作の一つ、カインド・オブ・ブルーを制作。その際にはビルを特別に呼び戻した。この作品でマイルスは、これまでのコード進行に頼る楽曲ではなくスケールを、指標とした手法、いわゆるモード・ジャズの方法論を示した。この作品は、 革新的である以上に、演奏の完成度が非常に高い。1963年1960年に、ジョン・コルトレーンがグループを脱退、他のメンバーも随時交代する。ここからしばらくメンバーは固定されず、作品的にも目立ったものは少なく、ライブレコーディングが中心となっていく。1963年、ジョージ・コールマン、ハービー・ハンコック、ロン・カーター、 トニー・ウィリアムスがグループに参加。サックスのコールマンがサムリバースに変わって間もなくの1964年7月に初来日した。同年秋にはウェイン・ショーターを迎え、マイルス、ウェイン、ハービー、ロン、トニーという第二期クインテットが確立。1968年前半までこのメンバーで活動した。途中マイルスが健康状態の悪化で、 活動の休止を余儀なくされる時期もあり、録音された作品はあまり多くはなかったが、ESP、マイルス・スマイルズ、ソース・サラー、ネフェルティティなど優れたスタジオアルバムと数枚のライブアルバムを発表した。特に前述の4作品は60年代4部作と呼ばれ、50年代のマラソンセッション4部作と並んで人気が高い。演奏面でも、 作曲面でも4ビートスタイルのジャズとしては最高水準まで上り詰めた5人は黄金クインテットと呼ばれる。マイルス自身もこのクインテットを偉大なバンドと評しており、4人から学んだことも多かったと語っている。1968年8ビートのリズムとエレクトリック楽器を導入したマイルス・イン・ザ・スカイを発表。この年の後半にはリズムセクションが ッッッククコリアデデブホランドジジャックディジョネットに交代このメンバーによる録音は長らく公式には発表されなかったため、ファンの間では幻のクインテット、ロストクインテットと呼ばれていたが、マイルスの死後1993年になって、ようやくライブ版、1969マイルスが発表され、黄金クインテットに劣らない。 高水準の演奏がようやく日の目を見ることになった。1969年、ジョー・ザ・ビヌル、ジョン・マクラフリンの参加を得て、イン・ア・サイレント・ウェイを制作。さらに翌年には、LP2 枚組の大作、ビッチェズ・ブリューを発表する。3人のキーボード、ギター、ツイン・ドラムとパーカッション、という大編成バンドでの演奏で、重厚なリズムとサウンドは70年代のジャズの、 方向性を決定づけた。この時期、マイルスは、ジェームス・ブラウンや、スライストーン、ジミ・ヘンドリックスなどのアルバムを好んで聴いていたと伝えられており、そのファンクやロックの要素を大胆にジャズに取り入れた形となった。1971年1970年代に、ハイルとマイルスは、ファンク色の強い、よりリズムを強調したスタイルへと発展させ、ジャズ界で、 ブームとなりつつあったクロスオーバーとは一線を画するハードな音楽を展開する。マイルスのエレクトリック機とはこの時期を指すことが多い。マイルスは次々にスタイルを変えながらスタジオ録音とライブを積極的に行ったが公式発表された音源は必ずしも多くはなく後に未発表音源を収録した編集版が多く発売されることになる。 1972年公式に発表したオンザコーナーはファンクを取り入れたことが話題となる問題作であった。しかし、クロスオーバーブルームでかつてのメンバーのハービー・ハンコックやチック・コリアなどがヒット作を出す一方で、こういったマイルスの音楽はセールス的には成功とは言えなかった。1973年と1975年に来日。 この頃から健康状態も悪化。1975年の大阪でのライブローク音、アガルタ、パンゲアを最後に、以降は長い休息期間となる。1987年1980年に活動再開。ドラムのアルフォスター以外は、ビル・エヴァンス、マイク・スターン、マーカス・ミラーなど、当時それほど有名ではなかったフュージョン系の若手がメンバーとなった。 1981年に復帰作、ザ・マイウ i n ズ・ザ・ホーン制作。10月には、新宿西口広場で来日公演を行った。この模様は、後日 NHK テレビで放映され、ライブ版、We Want Miles には、その一部が収録されている。以降、1983年、1985年、1987年、1988年、 1990年とたびたび来日した。1980年代はフュージョン、ポップジャズ色を強め、1981年のマン・ウィズ・ザ・ホーンはフュージョン色が濃かった。85年に制作された You ン r e under arrest では、マイケル・ジャクソンの Human Nature やシンディ・ローパーの Time After Time などを取り上げた。1986年。 長年在籍したコロンビアからワーナーミュージックへ移籍。同年発表の父はマーカス・ミラーのプロデュースでバンドを従えずあらかじめ出来上がったトラックの上にトランペットをかぶせるポップスミュージシャンのような制作スタイルを取り入れた。また、プリンスなどにも接近し、いくつかのセッションや録音をしたほか、ペイズリーパークでのプリンスのライブにゲスト出演している。また、 コーポレートロックの東東によるアルバム、ファーレンハイトにも、ゲストとして参加。以降も、チャカカーンやスクリッティ・ポリッティなど、ジャズ以外のジャンルの作品にも多くゲスト参加した。N.Y. ブロンクスク、ウッドローン墓地にあるマイルスの墓1990年には、東京ドームにて行われたジョン・レノン追悼コンサートに、出演し、ビートルズの、ストロベリー・フィールズ・フォーエバーをカバーした。 さらにヒップホップのミュージシャンである Easy m o b i l をゲストに迎えた新アルバムの制作を開始。1991年9月28日、廃炎のため、カリフォルニア州のサンタモニカで死去、満65歳没。そのため、この新アルバムは Easy m o b i l により大きく手を加えられ、ドゥーバップとしてリリースされることとなる。ヒップホップジャズとも言える本作は、 黒人ラジオでオンエアされるなどリスナーの評価は良かったが未完成ということもあり評論家は批判的だった。死後15年経った2006年にはロックの殿堂入りを果たし受賞式でのプレゼンターはマイルスとグループを共にしていたハービー・ハンコックが務めた。ポーランド消える背にあるマイルスの像、マイルスのトランペットプレーはミュートを使用し、 自身の特性を考慮し、ビブラートをあまりかけず、跳躍の激しい演奏などといったテクニックにはあまり、頼らない面が挙げられる。また、ディジーガレスピーのようなハイトーンを避け、中音ミキが、トランペットにおいて最も美しい音が出る、として多用し、音から音へ移動する場合、半音階を用いている。なお、これらの双方が、リリシズムに例えられることがある。作曲としては、 1950年代中頃より楽曲全体の構成を重視した作品が多くなり、テーマの入り方にも思考を凝らしたものが多くなった。また時にアドリブとは思えないような差しを大胆に持たせ丁寧なメロディーラインを有したソロ演奏も見受けられた。キャノンボールアダレーのアルバム、サムシンエルスの中の一曲、枯葉における演奏は、 これらの特徴が顕著に現れている。またこういった特徴と戦術のミュート奏法から1950から1960年代のバラードやスローテンポナンバーは総じて評価が高い。楽曲全体の構成に重きを置く彼の音楽性は無駄な音を出さないという空間性にもつながっていき、特にそれは後年になると音楽プロデューサー的な役割となって、 彼の音楽性に強く現れていった。楽曲上の主な特徴は、初期においては、テーマの後、それぞれが順にソロ演奏を行い、その間、バックアップとしてこうしたり煽ることはあっても、アドリブ演奏を同時に2つ以上ぶつけることはせず、その後、再びテーマに戻って終わるといった、ジャズでの典型的なスタイルである。1960年代以降は、 テーマに戻らずに終了する作品も見られる。また、1970年代以降のステージでは、トランペットの他に、電気オルガンやシンセサイザーといったキーボードを演奏することもあった。クラシックなどのアレンジも研究し、クールジャズや後の完全にアレンジされたジャズにおいて、その成果が発揮された。特に、マイルスが導入したスタイルにモードジャズがある。これらは、 チャーリー・パーカーらが創出したビバップに限界を感じ、コードが導入される以前の古い境界戦法を積極的に取り入れたアルバム、カインド・オブ・ブルーでモード・ジャズの発端を開いた。他にも、ブルースやロック、はたまた、ヒップホップなども取り入れ、ジャズを超えた様々なジャンルの音楽に注目していた。1960年代後半は、 マイルス自身ロックなど電気楽器を取り入れた音楽にも強い関心を持っていた。ジェームス・ブラウン、スライストーン、ジミ・ヘンドリックスの音楽を評価し、ジミとは共同で録音する計画まであった。ただ、ジミとの共演は非公式なセッションだけで終わった。プリンス作曲のジェールバイトの音源は未発表のままとなっている。ただし、ブートという形で、 プリンスと共演した、もう一つの作品、キャガイ、プレイオイズユーは出回っている。この曲はもともとアルバム、チュチュに入る予定であったが、曲長が他の収録曲と合わないため外れた。また、ユアアンダーア r a r e では、スティングがナレーションでゲスト参加し、マイケル・ジャクソンやシンディ・ローパーのカバーも収録している。音楽的には柔軟で、先進的な姿勢を貫いた。 マイルスもフリージャズは演奏せずオーネット・コールマンを批判したこともあった。1982年当時の妻で女優のシシリー・タイソンとマイルスはアメリカにおける人種差別問題には常に批判的であった。白人によるアメリカを嫌悪しており、カストロはアメリカを批判するのに3日かかると言ったが、俺なら2週間かかると懸念していた。マイルス自身も 人種差別の被害にあった経験があった。また、今生きている人間でもとも大切な人を5人挙げてくれないか、と、インタビューで聞かれ、俺自身と弁護士のハロルド・ロベット、ギル・エヴァンスと妻のフランセス。あとの一人は50歳を超えた、アメリカン・ニグロなら誰でもいい。みんな白人にひどい目に遭わされたのに我慢したからさと、答えている。しかし、音楽性の追求のためには、 人種は関係ないというスタンスを貫き通した。マイルスが一番の親友と称しているアレンジャー、ギル・エバンスには、生涯にわたって強い影響を受けていたほか、初期の名作、クールの誕生には、リー・コニッツや、ジェリー・マリガンといった白人ミュージシャンを起用した。リー・コニッツを雇った際、当時主なマイルス音楽のリスナーだった、アフリカ系アメリカ人層からは批判されたが、 マイルスは、いいプレイをする奴なら、肌の色が緑色でも雇うと発言したと伝えられている。第一期クインテッド時代に、一時的に、ビル・エヴァンスを、バンドメンバーに迎え入れ、ビルは、音楽的には、貢献をしたものの、客による、白人バッシングに耐えきれず、わずか1年程度で脱退した。1960年代末のエレクトリック、導入期には、 ジョー・ザ・ビヌルやジョン・マクラフリンの存在抜きには考えられないほど彼らの才能を評価していたし、その後も、チック・コリアや、キース・ジャレット、デイブ・リーブ・マンなど多くの白人メンバーが在籍した。唯一のアジア系人種として、ピアニストの形跡城が1989年から2年間、レギュラーメンバーとして活躍した。 70年代後半の休養期にも日本人ピアニスト菊池正明が未発表セッションに参加していた。早いものを好み常にフェラーリなどのスポーツカーを乗り回していた。また彼曰く最速のスポーツであることからボクシングを足しなんでいた。このスポーツカーへのこだわりは飛行機で移動すれば1時間のところを 車に乗ることに固執し、3時間かかってしまったことにも現れている。1980年の復帰以降は、絵を描くことに没頭し、スターピープルのジャケットは自分で描いている。カムバック後、グラミー賞に通算8回受賞、32回ノミネートされている。また、アルバム11枚が、グラミー殿堂賞を受賞、本人には、 特別功労賞生涯業績賞が授与されている。その他ハリウッドはオークオブフェーム、ロックの伝道などに名を刻んでいる。デンマークによって音楽的に著しい成果を上げた人物に対して贈られる賞である。主にクラシック奏者が受賞するため、マイルスの受賞は異例であった。マイルス、チャーリー・パーカー、ジョン・コルトレーン、オーネット・コールマンらは、しばしば、 ジャズの巨人として名前を挙げられる当時のジャズやブルースの黒人音楽家で中流家庭の出身者は非常に珍しかったバードとディーズはビバップの創始者であるソウルジャズの代表的ジャズマンでマーシーマーシーマーシーが有名エレクトリックジャズ、ジャズロックの代表アルバム。ありがとうございます。